それでは定例記者会見を始めさせていただきます。まずはじめに知事から説明があります。よろしくお願いします。まず自家ウイルス感染症等への注意喚起についてです。リオオリンピック・パラリンピックがいよいよ始まります。夏休み中でもあり、海外に行く方もいると思います。海外では自家ウイルス感染症、マラリア、黄熱、デング熱、チクングニア熱、など蚊に刺されることで感染する病気がいろいろあります。デング熱ではフィリピンに渡航された方が日本に帰国後に死亡された例もあります。また黄熱についてはワクチン接種をしていないと入国できない国もあります。渡航先の情報をしっかり調べていただきたい。また国内においても蚊、ダニに噛まれることで病気になることがあります。噛まれないように長袖、長ズボンの着用、虫除けスプレーなどの使用などしっかりと対策をし、元気に楽しく夏を過ごしてください。詳しい情報は厚生労働検疫所、厚生労働省の検疫所や国立感染症研究所のホームページに掲載されていますので、ご確認をしてください。次に浮遊建築物の耐震化の推進についてです。熊本地震では庁舎などが被災をし、災害時に対応が十分に行える、住民生活への影響がありました。大阪府ではこれまでも庁舎をはじめ浮遊建築物の耐震化に取り組んできました。この度浮遊建築物の今後の耐震化対策の方向性を取りまとめた新浮遊建築物耐震化実施方針を策定をいたしました。庁舎や警察署など災害時に重要な機能を果たす建築物は平成30年度までに 100% の完了を予定としています。新たな耐震化の取り組みは3つで、1つ目は災害時に重要な機能を果たす建築物のうち倒壊しないが損傷を受け使用できない恐れがある建築物を業務継続できるように耐震性を強化をいたします。2つ目は大規模なホールなど吊り天井などの耐震対策やエレベーターの閉じ込め防止対策をはじめとする二次構造部材などの耐震化に取り組みます。3つ目は平成28年6月に国土交通省が示した長周期地震動への対策に基づき、対応が必要な施設については安全性の検証を行った上で必要な対策を実施します。今後府民の生命財産を守るためにこの実施方針に基づき浮遊建築物の耐震化に積極的に取り組んでまいります。僕は以上です。それではご質問を受けたいと思います。まずはじめに感謝の朝日放送の福田さん、よろしくお願いします。医師の福田さん、よろしくお願いします。仮に自家ウイルスが大阪であるいは関西に持ち込まれた場合、どんな対応などを考えていらっしゃるのか。自家ウイルスが大阪府内、関西に持ち込まれたケースはですね、ケースへの対応としては、自家ウイルスの感染の届け出があれば患者の調査や、患者の性交渉や献血を控えるなどの指導を行います。また場合によっては患者が感染したと思われる、場所の調査を行い、必要に応じて蚊の駆除などを市町村とも連携しながら、感染拡大防止の対策を取っています。その想定でですね、研究所はやっぱり統合しないとダメだということなのか、あるいは今のままでも十分対応できるようなものですか。現状でも対応は可能です。しかし、その研究所機能としては新たな研究所を作る方が、機能が強化できる。府民の皆さんの健康被害、を、健康被害を受けない、さらに、そういう、こう研究所としての機能強化を目指すと思っています。ありがとうございます。話題変わりまして、内容基地になっても、それの内容基地問題なんですけれども、月曜日から神戸での情報が始まってまして、10日までには全部打ち返していると。現在、神戸市との、合意事項、です。組合の方との合意事項である10日までに廃棄物の撤去に向けて、両
町がですね、の組合が努力をされているところです。廃棄物の処理工場の基準をこれを遵守して、廃棄物の保管に適正に保管を適正に行っていかなければなりません。まあ、府としてはそのために神戸市の処分場へ、豊野町内の保管場所を府職員が、現地確認し、具体的に必要な助言を行っているところです。また新たに処理先を一から探し直さないといけないことになるわけですけども、そういう時に区として支援体制というのはどうなっているんですか。まずこれは組合と両省が検討すべきでありますけれども、まあ、府としては必要と考えられる廃棄物処理法のこれを遵守するこの観点から、まあ 助言や指導、技術的指導をするなど組合に、最大限協力をしていきたいと思います。分かりました。例えば土地移転なんですけども、選挙結果の受け止めはどうでしょうか。まあ、選挙結果の受け止めというか、結果としてはこれで圧勝だったな、こういうことですね。うん、まあ、これからですよ、東京都が本当に改革されるのかとか、まあ、都議会もお手並み拝見ということでね、見てるでしょうし、こう改革を言うのは簡単ですけど、いよいよこれが始まると、凄まじい様々な抵抗勢力がありますからね、そんな中で、どういうところから気をつけられるか、非常に関心を持って、見守りたいと思います。圧勝という背景の原因というのはどうなのかお考えですか。やり方がうまかったんじゃないですか。やっぱり首長選挙というのは、僕も去年の11月22日投票したけど、組織がこうだからって、有権者の皆さんが組織の言いなりにはなりませんね。あれ逆なんでね、有権者が支持してるだけで政党を、政党が有権者を支持することはできません、だから、我が政党を支持してくれてるから、いや、我々がこの人選んだんで、黙ってこの人に応援してくれっていうのは、これはもう、政党として、ちょっとこう横柄だと思いますね。それは同じことを我々大阪維新の会も言えてくるわけです。要は我々支持はされてるけど、我々が支持してもらいたいのは政策であって、政策なしで何でもかんでも我々を選んだ人いいですよということにはならない、こういうことです。あと今後大阪が特徴を掲げているわけで、そういったところで東京都とかの新しい地に対して理解とか意見を求めていくのではないですか。いや、特徴はこれ東京一極集中是正の話ですから、日本のために二極をまずは二極をやろうということなので、その辺についてはこれまでの石原知事、都知事もの頃でもね、東京これ以上集中するとやはり生活インフラを含めて非常にあまりにも人が増えすぎて不便になるから、やっぱり二極作ってもらいたいんだという当時の石原都知事もおっしゃってたんで、それ以降猪瀬さん、松添さん、小池さんも一極集中を是としてるわけじゃないと思いますので、やっぱり二極を、まずは二極作っていこうという考え方はお持ちなんじゃないかなと思います。感謝から以上です。ありがとうございます。次の質問お願いいたします。朝日新聞の川口です。有形地骨の耐震化の推進ですが、目標を定められて、今後、新年度予算ですとか、今後、そういう予算などの、力を入れていく、どのように力を入れていくか、これは
この計画にを着実に実行していくためにあの毎年、これをこの裏付けとなるよう大変していきたいと思ってます。すみません、ちょっと話題変わりますが、あの政府の経済財政で、リニアの、うん、大阪延伸前倒しが盛り込まれたわけですけども、これについてあのどう見られていますか。いや、これはありがたい話です。まあ、我々まだ今の時点でね、同時開業の旗を下ろしたわけではありませんが、まあ、その同時開業についても、まあ、もう、本当に近いうちにはですね、このより具体的な、こう東京大阪間の、リニアで結ばれる時期っていうのをちょっと具体的に修正を時期を修正する必要が出てくるんでしょう。でもまずは最低限8年前倒しになったということですから、まあ、18年遅れる、平成45年、37年まで、まあ、なんとか、前倒ししてくれたことは非常にありがたい。さらにそこから1年でも2年でも10年でもね、早く開通できるように、これはあの経済界含めて、今のリニアの、同時開業推進 の、 あの協議会の場所でも、さらにここから前倒しするためにはどういう、ことをしていかなければならないのかということを、話し合っていきたいと思います。この時期の修正が必要というのは、それはまあ、プッチの進歩、経済界で作っていらっしゃる協議会としての目標年限を、まあ、より現実的なというか、まあ、どちらかにかなり難しい調整ですけども、現実的な時期に再設定し直すという方針ですか。だから今、僕もそうですし、同時開業という旗を経済界と一緒に掲げているわけでね、もう東京名古屋間は着工されたわけなんで、これはやっぱり、大規模土木工事ですから、いつまでも、この都市会場というところを、ね、言い続けるでもですね、それはちょっと具体的なこういう根拠が欠けるじゃないのという話になると思うんでね、まあ、8年前倒しを決めていただいたということからね、じゃあ今度はこの8年前倒しにあたっては、例えば残土の大量に残土のが出てきますし、残土処理をどうするんだとか、まあ駅の位置を具体的にどこにするのか、まあこれは僕は震度だと言ってますけど、まあ大震度で、こうリニアが進んでいくわけなんでね、で少しでもやっぱりこう縮めていこうと、時期縮めようと思うと、要は今度は大阪側から掘っていくということになるんでしょうから、だからそういうところの、より具体な提案ですねをこう専門家も入れて、これからやっていきたいと思っています。それは例えば金利負担という話がこれまでメインでしたけども、うん、そのあたり以外のことで、そうですね、まあ、お金の話もそうですけど、それ以外に、まあ、8年前倒しというのは具体的にどういう前倒しなのか、東京名古屋間をまず一旦開通をさしてから、次今度名古屋大阪間を着手するという予定が、要は東京名古屋間を開通してすぐ名古屋からスタートでね、もう、工事に入ってくれるんだ、それであればもうルートが、まあほぼもう7ルートで決まってますけど、もっと具体環境アセスも必要になるし、いつから環境アセスやってくれるのか、そういうところの具体の、課題の、話をしていきたいと思っています。次の質問。地震の耐震化の対策なんですけども、
二条省地震総対策で既存の超高層建築物について検証を行うと思いますけれども、先島庁舎の検証が進んでいるかと思うんですが、その他対象となる地域というのは他にどんなところがあるんですか。先島庁舎以外の長周期振動の対策が必要なのは、府立健康科学センター、それから東府立区の府営東大阪春宮住、それから大阪府庁本館、東館ですね、で太陽の塔、ということにが長周期振動対策の対象建築物になります。これらの建築物についても、先島庁舎と同じように、具体的な、災害、どれぐらい揺れそうだとかという想定をされた上で、対策を考えられるということでしょうか。このうちの、本庁舎の東側と太陽の塔については、耐震工事がスタートしてますから、耐震工事完了すれば、長周期地震動対策はもうこれは完了したということです。あとは必要になります。リニアの話に戻るんですけれども、現状を示すと8年前倒しよりより前倒しを方策を探っていくけれども、その領地改良の方はもう疑われないというふうに言っているだろうと。まあこれは要は物理的な話です。この大規模と大工事として、これ大体みんなね、もうまあ東京名古屋からもう着工された時点でですね、なかなか同時開業というのが厳しいだろうな、まあ、みんな雰囲気としてはそういう雰囲気を持ってるわけで、僕もその雰囲気持ってました。でもとにかく1年でも2年でも早期に平成45年だけは何としてでもね前倒したいという思いで、まあ、これまで政府と掛け合ってきたわけですね。でまあ今8年前倒しを決めていただけたんで、8年前、まあ相手から見たら、まあ大阪あんだけ言ったから8年前倒し決めたじゃないの。それでも、それをまずね、お礼言え言う話になるでしょうから、これはもう本当にありがたいと思ってます。で、これを不十分だと言って批判してもね、これ大阪のためにはならない。まずは8年、これありがたい話、これ徹底して大阪、側としてね、政府と、こう要請してきた、まあ、結果が出たと思います。でもまあ、今後はね、まあ、8年と言わずに、なんとかね、あと2年でも3年でも5年でもね、やっぱり日本の経済のために、工期を短縮してもらう、こう具体の我々提案をしていきたいということです。だから平成37年ですから、今8年前をされた、あと21年後に、なるわけでね、だからまあ21年後やったらもう、まあ、ほぼもう僕もギリギリなんで、もうちょっと元気の間にリニア乗りたいと言い続けると。ありがとうございます。日本経済新聞の金田です。同じくリニアについてお伺いします。この全線同時開業のその目標を、まあ、下ろすというのは、これはその関係連などとの協議会との決定事項ではなく、大阪府としての、まあ、お考えとしていうふうに言ってくれるでしょうか。いや、だからこれからね、経済界の皆さんと今は全線同時開業を推進するための協議会なんで、これ、対政府との交渉の中でいつまでもそれかというのもね、もっとやっぱりこう具体の案を具体的に、根拠立てて、やっぱりあと8年前倒しを10年、15年とやっていくのが、やっぱりもう、僕はその方が、より説得力があるんじゃないかなと思ってるんで、そういう話し合いをしたいなと思ってます、経済界の皆さん。
それからその協議会でもまたお話をされてということで、まあ、経済界とまだその、確認されているわけではないですね。はい、でも大体みんな分かってるんじゃないですか。うん、同時会議とか 今のこの時期では厳しいなというのは。それからもう一点、先ほどお話がありましたように、その協議会の中で その8年前倒しからのさらに前倒しの検討ですけども、こういった後期の短縮などの技術的な検討と、それから資金支援の面とか、その検討というのは同時並行的にこう今後することになるんでしょうか。まあ、その全てのそういう、後期短縮に向けて全ての課題について、協議をしていきたいと思います。それは要は技術的な部分、例えば残土処理をどうするかの部分と、JR 東海さんが資金的な問題があるというならば、やっぱり資金的な話もその中で、入れていく。ただ財政であれ、これだけの投資をされるわけですから、資金的な問題というのはだいぶこうクリアできてきてるんじゃないかなと思います。あとは要は技術的な部分なのかな。例えば環境発生もだいぶ時間かかるでしょうし、今東京名古屋間でも残土の処理が一部決まっていない部分ありますからね。まだこれはもうやりながら残土処理場所を見つけていくんでしょうけど、まあそういうところで、より具体的にこういう処理の仕方がありますよとか、そういうことをどんどんご提案することによって、まあ、そういう工期の短縮につながるんじゃないかなと僕はそう思っています。あともう一つ、ちょっとまだタイミング早いですけども、新内閣に対してですね、まだ全部これが決まっているわけではありませんけれども、まあ、現時点分かる範囲での期待注文ございましたらお願いします。まずは関西とかね、経産大臣が、就任をされたということで、まさに、この大阪経済を成長させるためにまあいろいろと練習できるんじゃないかなと思って、歓迎をしています。あとはもう骨格は変わってないわけで、安定的な政府運営、政権運営、行政運営、されるということなんですね。ありがとうございました。他に質問ありますか。よろしいでしょうか。もしあのコメントでも出されてますけども、北朝鮮のミサイルの話について改めてご紹介します。瀬戸際外交は通用しないということがね、まだ分からんのかなと思いますね。もう世界で孤立をして、孤立することで、より、北朝鮮 の国民の皆さんが、生活環境が悪化する、そういうことはもうとにかくこの北朝鮮の指導者なんならね、国民のことを思ってやっぱり、国際社会の一員ということを認められるようにね、さまざまな、今までの、こういう瀬戸際外交を即やめて、まずは、話し合いのテーブルにつきね、無謀なことは即やめるべきだと思っています。
ちょっとこうメタボに、なってると。でも見た食べた時点でこれはちょっとカロリー多いなっていうのはみんな分かってやってるわけでね。うん、でもやっぱりこれは食文化っていうのはみんな好みがあるわけですから。大阪食文化の中でも、まあ、それを、それを好んでる人たちは別にね、僕はいいと思います。ただ、その後カロリー消費できるように、ね、頑張ってもらいたいと思います。うん、食べるよ。うん、どういう食べるの？もうお好み焼き定食、焼きそば定食、うどん定食、もう昼ごはんはこれが大体定番でしょう、大阪では。他にございますでしょうか。よろしいでしょうか。それでは定例記者会見終了させていただきます。ありがとうございました。